ズチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、昨日ですね、明智光秀の話題をしたんですが、うん、まあ、そこで重要だって言ってたのは瀬田の唐橋じゃないですか。うん、瀬田の唐橋って、まあ、様々なエピソードがあるんですけども、なかなか面白いエピソードの他にはないんでしょうか。例えば、古田織部の話があって、ね。あの、表現物で有名な。うん、この頃は表現物で一躍有名になったね。なりましたね、うん。アニメにもなってるそうで。うん、利休が亡くなってから、あとはもう古田織部が天下の茶人第一人者になってるんですけどね。利休の弟子でしたっけ、うん、で古田織部というのはもともとそのお茶は自分のお父さんがお茶をしてたらしいけども、それからその子供の時からそういう素養はあったんと違うかっていう説と、それからいや若い時は全然お茶かえって嫌いやったと。なるほど、人付き合いやってるうちに興味を持ちました。その中で自分のいとこで中川清秀っていう茨城城主やね、あの人の勧めでお茶をやるようになったっていうような説もあるね。なるほど、まあ、武将としては織田信長の家臣の家臣っていうか、うん、時氏織田が乗っ取った、時氏の家臣やったという話で、で、まあ、だんだんその織田に仕えて、それでもまあ三千石とかそれでもいろんな合戦にはあのまめに出てるんよね。でも地味な活躍をしてたんですよね。で秀吉なんかの出ヶ岳なんかの合戦にも出てるしね。で結局まあ秀吉の周りでいろいろ動いてるんで、で秀吉が関白になった時に、それまでは三千石とかもまあ七千石とかまあそういうのやったけども、やっとその時に一万石もらって。で普通古田織部って言うてるけど、で織部の将とか君かな、織部の神かなって言われたりするけど、自分では織部の助で、これは織部の助っていうのはその秀吉にその官位をもらった時の官位のあれが織部の助やね。なるほど、で古田織部とその瀬田の唐橋って何か関係あるんですか。でその利休の弟子やって言ったやろ、そのお茶の、で、ある時にその利休が瀬田の唐橋をそのお茶の席で話題にして、あそこにはええ擬宝珠が橋にね、やけどそのたくさんある擬宝珠の中で2つだけ特にええやつがあるっていうことを喋ってたらね、そしたらパッとなんかその古田織部がおらんようになったと。ほうほう、ほんでみんなおらんようになったってなもんやわな、それで夕方になったら古田織部が帰ってきたから、どこ行ってたんやって言うたら、いやそのどれがほんまに擬宝珠か自分で確かめるために今瀬田の唐橋まで行ってきた。わざわざ見に行ったんですか。見に行ったっていうようなね、そういうなかなか話が。いや僕見たけども、どれがいいか全然判別できないです。形とかじゃなし、中に名文とかの字とかそういうのと違うかな。ああ、そうなんですか。分かる方教えてほしいですね。ほんで、何番目のと何番目のが良かったですとかいうようなことを利休に報告したりして、利休は喜んだぞ。それからさすがにすごいなという。それから利休は織部のことを高く早うから買うててね。ほうほう。でその時に織部に教えんのにね、人と同じことをしてたらあかんねんでというのを言うてるわけやな。ほうほうほう。それから全く利休の弟子でありながら、利休のお茶っていうのはわび茶って言って、わび茶いうのは本質的に何か言ったらね、金持ちが貧乏人の真似すること。ああ言ってましたね以前ね。狭いとこで、あんまり派手でない道具使って、こそこそとやるでしょ、そういうのには反発してね、やっぱり武士なんかはね広い座敷でね、いい道具、それこそ派手な道具使ってやりたいっていうのもあるわけや。ありますね。で秀吉なんかでも金の茶釜とか金の茶室とか作ったみたいに、利休の弟子でありながらやっぱりわび茶っていうのはなんとなく嘘っぽいと思ってるわけでしょ。まあ人それぞれ個性があるってことですか。それからいっそその人と違うことやれちゅうにやったら師匠と全く違うことやろうということで。ほう、どんなことしたんですか。それで割と使ってる器なんかにしてもモダンなもんね、モダンなっちゅうのは今まで普通やったら真っ黒の茶碗とか、そうです ね地味な感じの割と地味なもんでしょ。それに幾何学模様のそれも大胆な色付けしたようなそういう茶碗使ったり、ね、現代でも通用するからやつですよね。だからものすごくモダンな感じがするね。だから人によったらね、利休っていう人はね、
今すでにあるものの中から美しいものとか、ええ、皆が気がつかんことを発見して、でこれはええぞっていうように言うたけどね、ええ、ホルタオリベはそうじゃなしに、そのええぞというものを自分から作り出すようにしていったというか、そのすで、うん、にあるもんじゃないものをね作ったという意味でね、まあ、古典芸能派と新生芸能派みたいな、うん、そうそう、それから実際に作り出す方をやったということやね、ええ、美術をね、だからいいやつを、うん、そういうクオリティアップするんじゃなく、ゼロから作り始めるみたいな、うん、そうそうそう、ほんでだから今まであったもんで、例えば利休の時代に一番上等、良いお茶碗っていうのはね、井戸茶碗言って、朝鮮のもともと雑器やな、飯茶碗やけどね、うん、ちょっと大ぶりの、これが今でもまあ茶碗の中で最高、あの茶碗、ちょっとしてもやったら1億ぐらいするような、当時飯茶碗って言われてたもん、ね、うん、があるんやけど、それをね、わざわざパンと割ってね、ほうほう、またあの、まあ、四つ割りみたいに割れて、うん、まあ、縁も割れてるけどね、ええ、そうするとそれをもう一回その漆で継ぎ直したらね、ええ、継ぎ直したところが模様になって十字みたいになる。だからね、おいしんぼでそんなやつありましたわ、うん、それからそういうことをわざとやったりね、うんうんうん、それから墨跡言うて、墨跡とは、墨跡っていうのはあの禅宗の盆さんの、偉い盆さんの書いたものを、ええ、大体ひっくるめて墨跡っていうんやけど、単に書いたものよりも、なんていうの、禅に関する、その例えば弟子にその印鑑状を言って、まあ、あんたその免許皆伝やというようなね、これで一人前の盆さんやっていう証明書みたいなものとかね、ええ、そういうものも含めてね、そういうものがその最高の茶道具として、掛け軸としては、あの尊重されたわけや、うんうんうん、でそういうなんで、ある時にその薩摩の方で、あの中国からね、その円語っていう、うん、その碧岩録っていう、あの禅宗の経典としては最高のもんやけど、それ書いた盆さんが円語っていうんやけども、その人の書いたものが切り箱に入って海に流れ着いたと、うん、薩摩に。でそれをその漁師が拾って、今日茶人に売ったとね、その茶人はね、それをあの手に入ったんで、うん、もうそれはあの最高の掛け物になるということで、それをたまたま伊達政宗に見せたら、伊達政宗が欲しがったと、うんうんうん、で私はせっかく手に入れたんやからって言うんで、ものすごく困ったわけやな、うん、とその時に古田織部がそんなもん何でもない言うて、それはあの長い文章やから、ええ、途中で2つに切って、ええ、で1つずつに分けたらいいと。それ分けたんですよ、結局。そうそうそう、ほんでその分けた1つが今あの東京博物館にあって、これが、まあ、伊達政宗の反応が気になります。え、気になります。でこれが要するに利休の時代から、ええ、もうあらゆるその墨跡の中で最高のもんやっていう評価がもうその当時あったわけやな。2つ切ったことが芸術だと。まあそれ、うん、で薩摩へ流れ着いたんで、流れ援護っていうそのあだ名もついてる。流れたこと自体で芸術性負荷がついたと。でそういうその、要するにああいうものはそのもんだけじゃなし、エピソードがいくつか つけばつくほど喜ぶわけ、価値も上がると、うん、だからその流れ援護って言って、流れ着いて、そんな不思議なことやわな、そんな中国からそういうのが流れ着いたと、ええ、それからそれを伊達政宗と茶人とで切って、それを古田織部がそういうふうに進めたとかね、そういうのがあの付属してるから、話として、それから最高のものとされてるわけ、江戸時代通じて。それから今それは博物館で、あの単なる重要文化財になるし、国宝っていうことすごいですね、うん、なってるわね。まあ国の所有になってるけどね。じゃあ写真では見れへんってことですね。写真で見れますよ。あ、そうなんですか。じゃあぜひ見たいですな。まあ、そういうなんで、古田織部はせっか茶人としては、その利休が亡くなった時に、結局その後の第一人者、まあ、そうなりますね。利休 の利休七哲といって、7人おる弟子の中の一番偉いと言われてた人やから、もう当時からその利休が亡くなった後なんかは、もう世の中の大名のほとんどと、それから秀忠が一番のお弟子さんやな。すごい力持ちそうですね、うんうん、それからそういうなんで、ものすごくその武将としてじゃなし、茶人としての勢力が利休をしのぐわけやな、もう。そうですね、数万石の大名でもそんだけやると、うん、もう脅威ですね。そうそう、それそういう脅威もあったんかしてね、ええ、実際にまあ徳川家に仕えたわけやけども、ええ、だけどもどうもその内通してるみたいな、というのを疑われて、ええ、で結局は
夏の陣のあの辺で捕まって、板倉し、あの、しげますかね。板倉さんね。うん、っていう、司教として次第。うん、あの、大体その家臣が、その京都の、京都を放火しようとしたっていうので、それを疑って捕まえたんやけど、うん、結局それに対して釈明なんかも何もせえへんわけやな。どっちなんでしょうね。釈明できなかったのか、うん、そういう諦めたのか。もう、うん、もう邪魔くそなってるということ。もう年寄りやからね、70、うん、その時、ね。散り際は潔くというところでしょうかね。うん、で大体なんでこあのわしはこんな忙しいってね、うん、その西行ったり東行ったりせんならんやと。うん、もうこんなお茶やってるからかいなとか、うん、そういうぼやきが入ってるぐらいやから、お兄さんに。だからもうその、そういうことで言われたら、で切腹なんて言われたら、もうええかなっていうことで、で結局まあその夏の陣終わってからの、うん、7月ぐらいでしたっけ、6月の半ばぐらいかな、うん、それにで切腹して、うん、で子供なんかはあの首切られたりしてるな。だから断絶ですね。だから断絶ですよな。ということはやっぱり脅威やったんですね。だから徳川家としても影響力の大きすぎるようになってたっていうこともあるんだ。そうですよね、うん、また秀忠が弟子だってことは秀忠自身も感じてたかもしれない。そうかもしれないね。あのうっとしなってくるんかもしれない、自分の先生というもの。ああでも内心複雑だったかもしれない。そうやね。どうなんでしょうね。だ、うん、けどなかなかね、あのそういう割と強端なとこもあってね、利休があの秀吉にもう飛んじられて、ええ、切腹する前にいっぺん追放されてんのな。ほうほうほう。京都をな、うん、で追放された時に利休の弟子がいっぱいおるわけやん、武将でもなんで、ええ、だけどみんなその見送りもせえへんと、ええ、ね、秀吉を恐れて、ええ、その時に古田織部と細川忠興って細川三斎、これと二人だけはね、うん、悠々ともその利休がね、うん、京都を去る時にね見送りに行ったっていうね。なるほど。それからそういうなかなか豪胆なとこもあるんですよ。なるほど、うん、ところで、うん、古田織部が作り出す作品ってどう思われます、うん、古田織部そのものがね作ったというより、うん、まあ指導したんやろうって言われ、まあ、プロデューサーですよ。え、プロデューサープロデューサーですよね、ええ、で結局あの焼き物の中では、うん、あの桃山時代の焼き物として織部焼きっていうのがあってね、ええ、でこれは古田織部 の指導やっていう言い伝えやね。言い伝え。だから確証は一つもないねんけども、ええ、まあまあそういうことやると思う。でそういう品物は非常にたくさん残ってて、で今見てもそれはモダンなね、あの図は あっちこっちいろいろ、まあ、載せてもらうとして、ええ、うん、それは普通 あのお茶で使ってるようなもんとは違う、うん、要するに現代に通じるような、うん、もしかしたら現代人がタイムスリップしたかも。そうそうそう、そういう感じ、思わせるみたいな、そういう感じのね。ああ、なかなかあの面白いの、まあ、そういう作品やからこそ、うん、表現物っていう漫画はヒットしたかもしれない、うん、だから表現物なんかでも表現物っていうのは大体、うん、あの普通の一般の人間と違って、うん、偏ったっていう方はみたいな話やけども、まあ、当時からしたらそうだったんでしょう、うん、ほんでそれはね、お茶の茶碗っていうのが割とまん丸のきちっとしたもんでしょ、ええ、それをぐにゃっと曲げたようなね、うん、そんなお茶碗なんかも作ったから、ね、で割ったりしたちょっと割って作ったっていうのもあるでしょ、うん、それからそれがね、面白いっていうふうに感じて使えるっていうのは頭が柔らかいよな。なるほど、うん、ありがとうございました。千の利休と、うん、古田織部の違いを見てみると、うん、面白いことが分かるかもしれませんね、うん、それからそれは、うん、あの利休の生き方は生き方、うん、それから織部は織部で自分の生き方ね、でこれをやっぱり利休がそう言うて人と同じことしたいかんっていうのもやっぱり利休は偉いわな。ああそうですね、うん、けどそれを言われて、うん、他の弟子やらも言われてるやろうけども、ええ、それを実行したのは織部だけやからな。なるほど、うん、そうやって利休の作品、うん、作品あ利休が関わった作品と、うん、古田織部が関わった作品を見てみると、さまざまなことが分かるかもしれませんね。そうそうそう。ほんで、なんかこの私の見て、ね、織部がその作ったもんがタコ売れたんと違うかとかね、その利休はその例えばルソンの爪とかいろいろ自分が見つけてきた、自分が美を見出したものについて、あの弟子やらがものすごい高い値段で、ね、雑記である。もともと井戸茶碗にしても朝鮮の雑器やけども、それが もうものすごい高い値段になって、ええ、それ自体はあのかなり大きい儲けやな。もともとで
利休寺の人は商人やからね、それからかなり稼いだけども、織部がそれによって稼いだというようなことは記録には何にもない。つまり商人と武士の違いも見るといいですね。そうそうそう、元からの武士やからね、うん、あの今そういう古田織部のことが知りたければ、ええ、表現門っていうのはまあかなりあることないことやるけども、ええ、あの評判になるぐらい面白い漫画ではありますわね、ええ、それから、まあ、それはあの興味のある人は読まれたら面白いの違いますかね。で興味を持ったらもっと専門書も読んでみるのがいいかもしれない。そう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 。で例えば勅使河原博士っていて、勅使河原宗風の、あの息子で映画監督になったような人とかね、うんうん、そんなんも早うから、そのなるほど、そういうのをその映画やらがのことからあの表現門の漫画やらも できてるんやと思います。なるほど、わ、うん、かりました、うん。まあ、皆様も古田織部で興味があることがありましたらコメント欄にお書きくださいませ、うん、小津先生が細かく解説するかもしれません。皆様見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。